チェレブリタは日本の競争場。場名の由来はイタリア語で、名声、人気者。主な価値案は2009年京都品場ステークス。競争場デビューは2007年9月の阪神。11番人気と定評価ながら2着と検討。翌10月京都で初勝利を記録。この年開業した荒川義士長教師も初勝利となった。2008年初頭より、 頻バクラシックを意識したローテーションを組まれるも、追い込んでは届かず結果は、入着止まりのレースが続く。結局、大賀賞への参戦はならず春シーズンは平場一勝を、加えるだけに終わった。秋に入り福島の条件特別を勝利した後、格上挑戦ながら、愛知杯に出走。14番人気と一気に評価を下げた中、直線一気の追い込みから、首差の二着と、構想する。 明けて2009年は、京都品バステークスより始動ここでも、直線ごぼう抜きの競馬を見せ、初重賞を獲得。また、馬種三島牧場にも初の重賞タイトルをもたらした。続く、阪神品バステークスでは、中段からレースを進めるも、最後の直線で伸びあぐねて9着に敗れ、重賞連勝はならなかった。続く、ビクトリアマイルでは、 後方待機策も見せ場がなく12着と大敗した。休養を挟み、不中品バステイクスに出走したが終始後方のまま10着に終わった。本番のエリザベス上杯では先段追走も直線で失速し11着と惨敗した。その後、初のダート戦となったクイーン賞では4着だった。2010年は連覇をかけて京都品バステイクスに出走。 後方から追い上げてくるも5着に終わった。続く、中山貧馬ステークスでは、中段から追い上げて3着と、構想した。続く、福島貧馬ステークスでは、中段追走も、直線では全く伸びず10着と大敗した。中1周で挑んだ、当時ステークスでは、中段から追い上げるも4着に敗れた。マーメイドステークスでは、後方追走からまくってくるも、 直線で伸びきれず7着に敗れた。その後8月2日に放牧先の三島牧場で戦痛のため死亡した。ありがとうございます。